おはようございます深井村です深で、えー、今日はね、えー、元気なホーリーバジルということでね、えー、どういったあのホーリーバジルが元気なのかっていうのをねご紹介していきますでまたあのー、その育て方とかねそういったのについてもあのご紹介していきたいと思います今、まあ、こちら、あのー、写っている、ね、これがホーリーバジルです品種はオーヤ・トゥルシーというねあの品種になります 見てわかるように、あのー、この間こちらの株は定食したばかりなんですけど、えー、だいぶね、あのー、元気になっていますねでどれぐらいの、あのー、大きさなのかとかっていうのねちょっと見ていきたいと思います、ね、今株の広さがそうですねだいたい2 0ンチぐらいありますね高さは 18センチぐらいですか、ねね、あのー、このようにホーリーバジルというのは大きくあのー、横に広がりますこの横に大きく広がる、えー、やり方というのが育て方というのがありますここのところをよく見てもらうと分かるんですけどここを積んでありますねこれ一番上のところねこのように花芽がねあの 出ていたところをポキンと、ね、摘振をしてありますでそうすることによってここから見てください、ね、脇芽がこのように2本出てきています、ね、でこの脇芽が広がって今花がねつきそうになってますねこれも柔らかい花芽ですこれ自体がねで、えー、見てわかる通りこの下から1本、2本、3本 4本今4本までね、えー、立ってきてますでこの2本目のところが大きく主張してますこれねこれ2本目のところ、えー、これが大きくこちらとこちら主張してますこれが大きくパカッと広がってあのこの大きさをね、えー、作っていますでこういうことを、えー、してあげることによって株自体が丸く大きくね やがてこう大きく大きくねあの成長するようになりますね。でこちらの方花が咲く前にまたねあのこの花芽を積んであげるそういうことをすることによってこの下から出ているこちらねこの脇芽これがさらに増えていきますので。 この芽を摘むことによってここからさらに2本出てここから2本出てまた2本出てって、どんどんね売買方式で増えていくようになりますはいこちらはねホーリーバジルを定食してあります、えー、およそ60株分ぐらいですかね今こちらの方にホーリーバジルを、えー、定食してあるんですけどこちらも同じようにあのす、ー、べてね、えー このようにををしてあります、ね、目を摘んでありりまますすんでこちらも同じように目を摘んで、ね、なので必然的にねこうやって株自体が大きく、ね、横に広がってきていますこれね元気な証拠です今この梅雨の時期がものすごくねあのー、元気になる時期でここからすごく大きくなりますであのー、昨年は えー、5月の上旬ぐらいに定食をして、えー、今のこの6月の中旬ぐらいにはもうすでに、ねえー、大きさ的には5 6 0センチぐらいの高さまでなってましたが今年はちょっとね定食が遅れてしまいましたなのでまだこれぐらいの大きさなんですけどただこのホーリーバジルは真夏にものすごくねあの強いです、ね、暑さを求める、えー、植物です。 さらに、あのー、この植物というのは冬まで、ねえー、霜が降りるまで、えー、楽しむことができます。ね、で今はこのように、あのー、青々とした緑色です、ね、梅雨の時期で湿気もあり暖かさもね、あのー、比較的20度以上と安定していますのでこのように元気に育っていますけど、あのー、夏真夏になってくるとですね徐々に。 肥料分をねもっと使って大きくね生育しようとしてくるので必、えー、然的にこの土壌自体の肥料分が、えー、不足するようになってきます、ね、そうすると、あのー、葉っぱがねちゃがれてきたりまたは葉っぱが小さくなってきたりねしますでそうすることで、えー、また肥料分をね与えてあげることによってまた水を与えてあげることによって大きく 大きくねえー。会とした。いいね。あのホーリーバジルを生育できるようになります、ね、ちょっとね。少しこう見ていきましょう。今あのー、雨がね。止んで。えー、少しね。あのー、梅雨の合間というかね。まあ、今日またこの後雨が降りそうなんですけど、あのー、まあ、雨はね。たくさん今は降っていただいていいんです。 ホーリーバジル自体がものすごくねあの生育する時期に、えー、なってますんでねこの梅雨の時期が一番生育しますんでねこのようにね元気に、ね、なってきてますんでねでもう一つねあの栽培していくポイントとして大きく育てたい方まん丸くね大きく育てたい方はよーく見ていただくと分かるんですけど今ここにね花芽がついてきてますここにね この花を咲かせると花に栄養分がいってしまうのでこの土壌の中の栄養分チッソリン酸カリとかっていうね栄養分をこの花にに集中的に使おうとします必然的にそうすると葉っぱとか茎とかねそういったものに使う養分がこの花に取られてしまいますのでこの花が咲いてきたなっていう頃にまた ポキンと、ね、あの花芽を摘んでであげるといいですそうするとその柔らかい花芽が、えー、摘むことによって栄養をねあの送らなくて済みますそうすると今度株自体に栄養が送るようになるので株が大きくなっていくと、ね、そういうふうにしながらうまくねあのこの脇芽をどんどん摘んであげて 積んであげることによってさらに広がってさらに広がってっていうね爆発的に大きくなっていきますんでねあのそういう管理をしてあげるとあのいいと思いますね大きいですねだいぶ大きくなってきてますね、うん、こちらの株も元気ですねこれもねだいぶ元気ですもうこれ花が咲きそうですねほらね 葉っぱもねあのー、青々とね柔らかい花芽でいいお茶にもなるしあのー、ガポーライスとかねそういったのに添えてあげるとものすごくあの美味しくいただけます、ね、だいぶあこれも元気ですねこれもだいぶ元気です、ね、どれぐらいの大きさでしょうかちょっと測ってみましょう、ね えーとね横幅が2 5ンチぐらいあるいは2 4ンチぐらいですかありますね縦の長さが高さが今1 7ンチぐらいですかね1 6ンチとか1 7ンチぐらいねそれぐらいになります、ねまあ、この後あの大きく生育していくにつれてまたあの栽培の仕方とかお茶の作り方だとか ねあの脇芽を取った、えー、増やし方、ね、そういったようなこととかあとはそのホーリーバジルの活用の仕方とかっていうのもね今後また今年もね上げてホーリーバジルの、えー、まあ普及というかねあのホーリーバジルを広める活動をしてますんでまあそういったところにね努めながらですねあのやっていきたいと思います。去年もそうなんですけどあの ホーリーバジルを、えー、こう育てていくのをですね細かくこう動画に上げていきましたそうしたらあのコメントとかでもあったんですけど「あのー、僕のねこのコンテンツをね参考にしてホーリーバジルを育てたらあのいいバジルが育てることができました」とかっていうのがねあったんであのー またねそういった人をねあの増やせるようにあの今年もね、えー、いい栽培をしてねいい育て方を、ね、あのしながら、ね、でいい活用の,の仕方っていうのをねあの見つけながらでまた、あのー、皆さん方の方でも こういったのもできるよこ,れこういうのもいいよっていうのがあったら是非ね僕にも教えていただけたらあの参考にしていきたいと思いますのであのホーリュバジルをね皆さん一緒にねあの楽しくねこの一年また育てていけたらと思いますんでよろしくお願いします。ね、じゃ今日はね、この辺で終わりにしたいいと思いますどうも